長野です。今日はパラダリウムとは何かについてお話しします。用語の定義を考えるということは、歴史を考えるといったことやその人の文脈を理解するということにもつながるので、結構大事なことだと思っています。まず最初に辞書的な意味、辞書にこう書いてあるよという事実から始めて、現実ラインではこういう時に使われるという話につなげていきたいと思います。まずビバリウムというのがあります。これは動物を研究、ペットを目的に自然状態っぽく保つ入れ物であると。例としてアクアリウム、テラリウムがあるというふうに書いてありまして、自然状態っぽくセミナチュラルって書いてあるんですけど、自然状態っぽい、まあ、植物もあるよねという感じだと思います。次、テラリウム。テラリウムは小型の動物、特に爬虫類、両生類、他のビバリウムとあります。なのでビバリウムの一種という定義がされていて、通常表がガラスのケースで中が見えるよと。あと他の定義としては、密閉された透明容器で植物を栽培するのもテラリウムだと書いてあります。ここまでニューオックスフォードアメリカンディクショナリーにそう書いてあります。次、パルダリウムは実は先ほどの辞書には載ってないんですね。なので英語のウィキペディアから引いてきますと、陸生と水生を取り入れたビバリウムの一種と書いてあります。ここまでまとめると、ビバリウムっていうのは動植物を囲って飼育すること、テラリウムになるとガラスケース内でという制限が出てきて、しかも小型の動物、小型って書いてあるんですよね、と植物などを飼うビバリウムである。パルダリウムは陸生と水生を取り入れたビバリウムであると書いてあります。で、アクアリウム。アクアリウムはですね、透明な面が1個はある水生植物、動物のビバリウムと書いてあります。テラリウムもアクアリウムもパルダリウムも全部ビバリウムの一種であると定義されています。で、ビバリウムの例としてテラリウムとアクアリウムが出てくるので、2つは横並びと言えると思います。つまり図にすると、本来的な定義はビバリウムがあって、その中にガラスケースに入っているものでくくるとテラリウムとアクアリウムがあると。ここまではかなり定義にのっとって図にすると、これは合ってると思います。で、パルダリウムがどうなるかというと、パルダリウムもビバリウムの一種なのでこうなります。で、実際どういう時に使われるかという言い回しにおいては、日本語のウィキペディアのテラリウムにこういうことが書いてありまして、まずパルダリウムには明確な定義はないと。けど湿生環境を再現したテラリウムのことを指すことが多いと。テラリウムは園芸、アクアリウム、植物分野などで共通に使われる言い回しで、パルダリウムは植物に重点を置いた言い回し、ビバリウムは動物飼育に注目した言い回しとも言えると書いてあります。この辺をまとめると、大体日本的な定義、日本でこういう風に使われてるよなというのを僕の主観も含めてまとめると、大体こういう感じで、ビバリウムといった時にはもう爬虫類、カメレオンとかヘビとか飼ってるイメージですよね。で、アクアリウムはもうアクアリウム。アクアテラリウムだと水が半分から3分の1ぐらい入ってる、それで魚がいるイメージですよね。パルダリウムは水たまりがそんなにあるイメージはなくて、水たまりがあるとアクアテラリウムと呼ぶケースが多いからですね。で、パルダリウムといった時には植物がメインな雰囲気がしています。で、結構微妙なのがテラリウムで、これざっくり結構使われているなと思っていまして、たまにアクアテラリウムの意味でテラリウムと言っていることが多いかなと思います。で、以上を踏まえて、よく登場する LA 便の長谷さんが2016年の6月にこういうことを言っていまして、本来はビバリウムが全てを内包する言葉なんですが、日本では某雑誌の影響で爬虫類、両生類、寄虫のタンクを指す場合が多いです。テラリウムでは広義すぎるので、植物メインの BB で展示したみたいな形態のものはパルダリウムと呼ぶことにしていますと。これは割と簡潔にパルダリウムを表現できているかなと思っていまして、用語をいくつか説明すると、某雑誌っていうのは多分ビバリウムガイドという爬虫類系の雑誌のことだと思いますね。で、 BB というのはボーダーブレイクというビザールプランツのイベントのことで、ボーダーブレイクで展示するような雨林植物がメインのようなものをパルダリウムと呼ぶことにしていると。これは僕はかなり定義的な意味でも現状の意味でもいい定義だと思っています。まとめますと、全部はビバリウムなんですね。ただそれだけだともうざっくりしすぎなので、ガラス容器で動植物を飼うとテラリウム、魚がメインだとアクアリウムが本来の定義に近いと思います。パルダリウムっていうのは意外と特殊な表現ですね。で、ここが大事なんですが、このチャンネルでパルダリウムといった時には長谷さんの定義を採用することにします。想定される質問を用意してみました。じゃあ、コケリウムは何ですかと。コケリウムはテラリウムですね。コケテラリウムという表現をよく本なんかで見ますけど、これは結構正しいと思います。湿性環境表現がある場合、パルダリウムと呼んでも間違いないだろうと思います。アクアテラリウムをテラリウムって言ってるのをよく見るけどと、間違ってはいませんが、テラリウムって言った時には野球について会話してるのに、その人がずっとスポーツでさと言ってるようなことに近いので、アクアテラリウムと言ったり書いたりする方が伝わりやすいと思います。じゃあ結局パルダリウムって何ということなんですが、テラリウムに該当しそうなもののうち、熱帯雨林などの湿性環境の表現があって、植物に重点が置かれていて、アクアリウム、アクアテラリウムの文脈ではないと表明したい、そういう時にパルダリウムと呼ぶといいんじゃないかなと考えます。大体どの文献というか定義を当たったりしても、明確な定義はないということが結構書いてありまして、大体伝わればいいみたいな話はあるんですが、ただ辞書にはこう書いてあるし、歴史上こういう理由でこう呼ばれているということもあるので、大体こういう定義があるよねっていうのを覚えておいて、じゃあ現実ラインどう表現するかなといった時に自分なりのガイドラインを持っておくといいんじゃないかなと思います。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。